見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日は何をするかと言いますと、そうです、男はつらいよを語らせていただきます。今日はですね、第20作男はつらいよ、虎次郎頑張れ、マドンナは藤村志保さん演じる藤子さん、ストーリーは虎屋の2階で下宿する電気工事をやってる青年、通称ワット君、これが中村雅俊さんが演じております。ある日、地元の防犯協会から押し売りお断りのシールを入り口に貼ってくださいとシールを持ってきた、その日ワット君が仕事に行く前に虎屋の入り口にその押し売りお断りを貼ってる時に、旅から虎次郎が帰ってくる。あ、さくらさんおはようございます。これです、パチンコで買ったシャツです。あ、そう、いいじゃない。じゃあ今日は部屋の掃除でもしてやるか。あ、ありがとうございます。じゃあ行ってきます。押し売りお断り、あ、これ貼っときましょうか。あ、どこか適当なところに頼むよ。よいしょ。ほう、押し売りお断りね。なんすかあんた。何？いや、歯ブラシとかゴム紐とかそんなものうちは間に合ってますからね、出て行ってくださいよ。おい、お前何なんだ。俺はここのうちのもんです。はっ、冗談言うなよ。このうちにてめえなんかいるかい。俺は見たことないよ。俺だって見たことないよ、あんたなんか。何？ちくしょう、この野郎。おい、誰かうちのもんはいねえのか。うちのもん、あーらー、あ、もしもし、もしもし、押し売りが入っております。誰なんだこいつ。もしもし、押し売りが入ってます。サザさん、この人押し売りです。違うのよ、この人ね、私の兄なの。え、あ、パトカー来ちゃった。てめえ警察に電話したか、この野郎。と虎屋は大騒ぎ。その夜、どうなんだよ、え、あの野郎が出ていくのか、それとも俺が出ていくのかよ。どっちかはっきりしろよ。お兄ちゃん、分かってよ。分かってない。桜からも聞いたんでしょうか。聞いてない。さっき言ったでしょ。言ってない。涼介君は付き合ってみたらとてもいいやつなんですよ。うちの裏のアパートにいて、三つをとてもよく可愛がってくれましてね。あいつもよく懐いて、そういうことで、うちにしょっちゅう遊びに来てたんで、あいつのいた部屋というのがもうあんまりにもひどくて、北向きの三畳間なのよ。それでは次のアパートが見つかるまでの間だけと思って、おじさんに頼んで下宿させてやったんですよ。気立てはいいし素直だし、とってもいい子なんだよ。よし、わかった、俺が出ていくよ。だってそうじゃねえか、おめえたちがあの若造のことをそんなに気に入ってるんだったらいいよ、このうちの養子にすりゃいいんだ。私はこの家を出ていきますよ。さくら、お前には俺の気持ちがわからねえのか。例えば俺が旅をしている、秋の日は鶴瓶落としよ、遠くのお寺でゴーンと鐘の音が聞こえてくる、そんな時は、ああ、今頃虎屋じゃみんなどうしてるんだろうな、桜屋ひろしは元気か、ひょっとしたらおいちゃんは持病の喘息が出てやしねえか、おばちゃんはまた腰が冷えてるんじゃねえか、そう思うともう矢も盾もたまらなくなってよ、飛ぶようにして一目散に帰ってきた。大石辺の参道だ、寺の山門、土産屋の家並み、ここだけは昔と一つも変わっちゃいねえ。あ、虎屋だ、ここは俺の家よ。よ、ただいま。間に合ってます、押し売りはお断りです。その時の俺の情けねえ気持ち、お前たちにはわかるか。うん、わかる、それはわかる、気の毒だと思うよ。しかしな、押し売りに間違えるような甥っ子を持ったこっちの気持ちだって少しは察してくれよ。俺はもう出ていく。は？そういう言葉が出たらもうおしまいだ。なんてちくしょう。あ、先ほどはすいません。反省してます。兄さん帰ってきましたから、俺出ていきます。長い間お世話になりました。あ、これ今月の部屋代です、ここに置いておきます。ねえねえねえ、ワット君、今夜行くとこあんの？あ、大丈夫です、出て行ったわよ。これで満足なの？かわいそうなことしたな。トラ
さん、おかしかったね今日は。税務署に行ってさ、お前が押し売りに間違えられた話したらさ、受けちゃってさ、みんな大笑いだよ。税金負けてもらっちゃったよ。この野郎、お兄ちゃんもやめて。くそーばん。お兄ちゃんどこ行くの？あ、その辺で気の利いたところで一杯飲んでくれや。帰んないかもしんねえぞ。そして近所のパチンコ屋でうさばらしで打ってると、そこにワット君もパチンコを打ってて、二人で飲みに行き、酔っ払ってトレーに帰ってきた二人。はーれたぞらーそうよぐだれ。おじゃん、おじゃん、この野郎と一緒に飲んでたよ今まで。どこでどうして？いや、パチンコ屋で一緒になりまして。それじゃあ俺はこれで。なんだよおい、あ、ちょっと待て待て、バカ、お前ここに通ってけ。いいよ、俺が許すから。俺はここの跡取りなんだから、それを俺が許すって言うんだから誰も文句は言わねえよ。お前もずっとここにいろ。弱ったな。いいよ、この男がいいって言ったんだから、気の変わらないうちに早く。そうですか、はい。じゃあトナさん、おやすみなさい。ああ、おやすみ。ふぅ、ふぅ、はい。そして次の日。はぁ、よく寝た。おばちゃん、めしめし、腹すいた、飯にしてくれ。大きな声出してお客さんいるんだよ。どうした、青年は朝飯済んだか？何言ってんだよ。朝早く起きて仕事に出かけたよ。仇の人は日曜日以外昼頃まで寝てやしないよ。ふん、朝っぱらからお説教ですか？結構ですね。結構毛だらけ、猫灰だらけ、お尻の周りはクソだらけだ。トラちゃん、ご飯食べるんじゃないのかい？結構です。どこかその辺で、可愛い娘さんのいる雰囲気のいい店で食事行ってきます。はい！外に行ったトラジロー。かといって、若い娘の作る飯にうまいもんはねえからな。まあまあ、ここにするか。ごめんよ。あ、いらっしゃいませ。ほう、この店はいつ頃始めたの？去年の暮れです。へえ、いい店じゃんか。ありがとうございます。何にしましょう？うん、ビールの一本ももらおうか。それとも、え、昼間から働いてる労働者諸君には悪いか。まあいいや、勘弁してもらって一本な。おお、青年。あ、どうも。なんだい、お前ここで飯食ってたのか？ええ、時々ですけど。へえ、お待ちどうさま。ありがとう。お姉ちゃんはいつ頃からここで働いてんの？半年前からです。そうか、仕事はきつくないかい？経営者いじめないかい？なんか、いや、そんな面してんじゃねえかい。あの、あれは私のおじさんなんです。うん、よく似てるって言われるんですよ。はあ、そうかい。おい、青年。はい。いい子だな。あ、そうですか。は？なんだお前。あの子見て何も感じないのか？かー、食い気だけか。貧しい青年だね。もし俺がお前の歳だったら、絶対あの子に惚れてるぞ、お前。え？なんだよ、ありゃ。あれは信州あたりかね、青年。いえ、秋田です。秋田？ほう、年は18か。いえ、もう20歳です。ちっちゃい時、お父さんが亡くなりまして、お母さんと弟が田舎にいるんです。その弟に学費を送りながら、自分は即帰の学校に通って、夜遅くまで勉強してるんです。名前は、幸子って言います。あの、幸子は幸いの、この野郎、惚れてるな。違います。そう、そのワット君が惚れてる女の子が大竹しのぶさん演じる幸子さん。もうトラさんは二人の間をどうにかしてやろうと、もう大張り切り。そしてある雨の日、またワット君は晩ご飯を食べに幸子さんが働いてる食堂へ。勉強？お、うん。あ、いっぱい雨降ってきた。お客さん傘持ってるの？いや、じゃあ私の貸してあげる。2つ持ってるから構わんね、女もんでも。それからワット君は
恋にふける。チュチュンがチュン、チュチュンがチュン、スズメがもううるさいめつを。もう今ちょっと考え事してるんだから。サチコ？サチコ？サチコって誰？うるさい！誰でもいいんだこいつ。おばちゃん、みつおのやつここに置いとくね。おや、二人でお出かけかい？映画だって？へえ、いいご身分だこと。いいでしょう、たまには。はあ、いいね。うん、お出かけで。よー！あら、お客さんのうちここだったんですか？そうよ。なんだい、店休みか？いいえ、買い物のついでにおやつの団子買いに来たんです。そうか。よく来たな。おい、さくら、ひろし、ちょっとこっち来い。ほらほら、この人だよ。あの、例の、あの、二階の青年がよく行ってる、あの食堂。ああ、どっかでお会いしたと思ったの。わとくん、わとくん、ちょっと降りてこいよ。はい。チュチュンがチュン、スズメがサンバトマチュチュ。お、あら、お家ここだったの？そうだよ。じゃあ、弟さんですか？いや、下宿人だよ。屋敷が広いからさ、部屋がいっぱいあるんだよ。まあまあ、二人とも座って。おい、青年。何か口聞けよ。おい、早くなんか喋れよ。なんかこう、楽しい会話とかあるだろう、会話を。いや、会話って。いや、なんだろう、なんか趣味は何ですかとか、お好きな食べ物はとか。食べ物は、カツ丼が好きだね。あの、それと冷ややっこ。しょぼくれた会話だな。もう会話はダメか。もうよし、若い者同士だ。帝釈天の方まで二人で散歩行ってこい。私、行こうと思ったんです。よし、ほら、二人で行ってこい。はい。これから世話が焼けるな。そして、その夜、虎屋では。ただいま。あ、お帰り、ご飯は？そりゃ食べてきたよ、いつものところで。あ、そうか、レイの。なんだか、ワト君嬉しそうだな。なんかいいことあったのか？よう！帰ってきたか。恋愛青年、どうだった？ええ。今日はいろいろなんか話して、それで、どうした？今度の日曜日、デートの約束をしました。おう！お前にしては上出来だ。で、どうする？え？いや、デート、これからどうするのか、頭から順序立ててさ、ちょっと教えてくれ。いや、そんなことまだ。あら、まだどこ行くかも決めてないの？まあ、二人でお茶でも飲んでさ、喫茶店で。え、それは、俺も考えてます。そこまでは誰でも考えてんだよ、バカ。それから先、喫茶店でどうするかが問題だよ。もう話をすればいいんじゃないですか？話はしない。いいか？テーブルの上にコーヒーがある。静かな音楽。黙って聞く。二人のデートのアドバイスをし始めた虎次郎。さあ、ここからどうなる？今日はここまで。男はつらいよ第20作。虎次郎頑張れ。続きはまた。明日。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント。